ついてるねったらついてるよ。あ、それじゃないや。ついてるねったらウイルス予防。密閉密集密着避けろ。ついてる。でもみん。タッハー。タッハーって言うと笑えるよ。これ、あの、のんたろうチャンネルさんがこの間のチャンネルじゃないで、動画で言ってたけど。今日のウーパールーパーさんです。でですね、ちょっと動きますよ。もうだいぶ桜さんがしおれてきたけど。桜さんからの、アメジストさんからの、取れるかな？よいしょ。これ何ですかね？皆さんわかりますか？これ。アップにできるかな？できないかな？アップップ。これ。タニシみたいな、貝みたいな、なんか、ガラスにくっついてるんですけど、これ。こんなのがね、一匹だったのが、あそこにもいるんですよ。映るかな？映んないかな？映らねえなぁ。あ、いた。これ。これと、あとね、ここにもいるんだよね、これ。これは何ですかね？これ。あ、これ？あ、これ違うね。これだ。あ、ボケちゃうね。ピントがボケちゃうね。うわぁ、無理だね。無理だね。じゃあいいや、これで。あ、横になった。これなら分かりやすいかな。これ。これ。よ、これです。これ何か知ってる人いますか？これ。これいるとダメなんですかね？いいんですかね？それすら分かんない。どうやって調べたらいいんだろう。ちょっと調べてみようかなと思うけど。なんかタニシのちっちゃいみたいな。うん。こんなのが増えました。多分これ水草についてやってきたんだろうね。きっとね。そう、ちっちゃくて面白いなと思ったんだけど、ここにもいるね。3匹だね、3匹。ルーパールーパーではなくなってしまったっていう。これイヤトシエ。イヤトシエはすごいね、なんかね、名前から言ってこう、もうあのふてぶてしい感じがするけどね。これウーちゃん、なんかすごいな、けどウーパールーパーってあんまりアップで見たことないけど、こうやって見ると面白いよね。ほぼほぼ動きませんがね。うん。まあそんな感じ。何を撮りたかったかっていうと、この、なんかあの、タニシのちっちゃいみたいなやつ、これが撮りたかったんです、これ。はい。そんな感じの、今日の、ウーパールーパーさんでした。これ昨日1匹で今日3匹だから、これどんどん増えんのかな。ポチッとな。うん、これね、調べたらね、なんかね、スネールっていうらしいよ。なんかある程度の数だったら別にいてもいいみたい。すべてのことが餌の残りとかそういうの食べてくれたりとかするみたいだよ。きっと、はい、ついてる。トモミさんでした。じゃあ最後は桜のアップで終わりましょうか。もう桜絞れてきちゃってるな。これが一番いいかね。はい。じゃあね、バイバイキーン。ウィンウィン、ついてるね。ついてる、ついてる。